か。あんたの集会はやめさせるよう命令を受けてるからな。いや、君こそ聞くべきだ。この町の人々には君たちの力が必要なのだ。ジェイコブ・フライじゃないか。それにミス・フライ。そうですが、あなたは？カール・マルクス。君たちと同じく活動家だ。何かを求めてるって顔だな。まさに。君らはロンドン市民に対してここ10年で一番の功績を挙げている。だが、その市民はすでに満たされた人々だ。本当に苦しんでいる労働者階級の者たちを救うようお願いしたい。興味深いわね。やるわ。せめて二人で話し合ってから。まあいい、やるよ。労働組合について議論するため、同志たちとの地下集会を組織している。困ったことに警察に気づかれてしまった。ハエのようにつきまとって邪魔をしてくる。というわけで、警察の介入を受けずに集会が開けるよう君たちの力を貸したい。いつもの場所で。わかった。実はパリでも少々警察と揉めてな。いや、パリとブリュッセルでもだな。ケルンでもか。近くのパブで信頼できる同志と会う。行こう。間違いなく警察のスパイが送り込まれている。敵がいなくなるまでここで待たせてもらう。
これで終わりだ。いつもの場所で1時間後。了解です、ミスター・マルクス。ここでの仕事は終わった。行こう。抜け出して集会の場所に行くのだ。君たちの協力に感謝する。労働者たちが自由に集会を開く力を持つことにより初めて理想とする改革を成し遂げることができるのだ。集会が終わるまで近くにいてはくれ。まだ何か起こるのではないかと不安なのだ。マルクスは来るって直接本人から聞いたんだ。で、約束の金だが。30だったらちゃんと払ってやる。どうやらこの活動は内部の裏切りで崩壊しつつあるようだ。あの男を連れ戻してくれないか。なぜ仲間を裏切ってしまったのか問いてみよう。どういうことだ。そこまでにしとくんだな。助けは呼ぶなよ。Looks like trouble. What's happening? What's all that argy bargy about then? My heart does feel since the bargy is missing. サイモン、我が友よ。一体なぜこんなことをした。何か不満でもあったのか。工場長が言ったんだ。組合に入ったやつはクビにするって。そうなったら党が食わせてくれるってのか。団結しなければ戦いには勝てない。残念だよサイモン。行け。ありがとう友よ。時が来たらまた力を貸してほしい。機会は向こうからやってくるだろう。